はい、いただきます。鯉がいてますね。うわぁ、大きなニシン鯉です。なんかこう人を見ると餌くれるんじゃないかということでね、集まってきておりますが、残念ながらございません。すいませんね。うん。素晴らしい。大きなニシン鯉です。旧山陽道矢掛宿、ああ石池、本陣を兼ねた旧家、石池っていうのはね、本陣を兼ねた旧家、酒造業。なるほど。大名さんがね、泊まったということですね。確かこの本陣に泊まるの、まあ本陣でね、ご存知の方も多いと思うんですけども、基本的にはあの大名家、貴族、公家、ぐらいしかね、泊まれないんですね。それで確かね、一泊1000万ぐらいしたかな。ね、まあ、当然一人じゃなくて、そのお付きの人っていうか行列全員で、1000万ぐらいしたと思うんですけども、はい、ここをちょうど通ったということですよね、多分ね。はい、1000万何泊もしますからね、参勤交代、江戸まで行くのにね。だからものすごい、大名家にとってはね、負担になったということでしたね。で、ようやく幕末に近くなって、確かね、松平春嶽やと思うんですよね、もうやめようということで、多分ね、やめたと思うんですよ。やめましょうということでね、そこまでずっとね、続いてました。いやー、でもこれいいっすね、イタリアン、俺はいいっす。ああ、15時。ここから入るのでいいか。ね。湯。湯はこっち。営業時が入って。行きますか。1名ですね、お願いします。はい。